私たちが話をしないだ少し優しげたリレーじゃない悲しいこと辛いことある時だけ甘えてこないだ私はあなたのままじゃないだ背中を向けたまま疲れたよと眠れよ嫌がれなくすいい加減もちょうデンジャー淡いやいやいや愛してると繰り返し言ってるじゃない愛いやいやいや愛が足りない見せてないでよけまますぎる大体実はあった子なんだあの辺りで情けなくて大体いつもあった子なんだ自分勝手な頭に来る愛しくてに答えないと知ってるけどどうしてくれるのどうすればいいんだか繰り返し言ってるじゃない愛愛愛愛愛が足りない無責任ないでは今日も過ぎる大体実はあってこれんだあんま誰で情けなくて大体いつもあってこれんだ自分勝手な頭に来る久保瑠璃子さん、ありがとうございました。本日のゲストは90年代ガールポップを代表する歌姫、久保瑠璃子さんです。よろしくお願いします。久保さんには高校生の娘さんがいるそうですが、まるで友達のような関係なんだとか。そうですね、一緒にタピオカを飲んだり、景色のいいところでお食事したり、カップルのように楽しんでます。今日はそんな久保さんに1993年にリリースされて50万枚を超えるヒットを記録した男を歌っていただきます。はい、この曲がなかったら多分ふるさと神戸に帰っちゃってるかもしれないですね。大切な一曲です。それではヒルソン